山下純一の山下純一のバリアフリーファンはい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私が全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。さあ今日はですね、ちょっとスペシャルなんですけれども、私がですね、この間靴を作っていただきまして、僕が足が変形してますので、形がねちゃうねんかな、ちょっとだから靴をねオーダーをして作ってもらうということをですね、まあこれ初めてではないんですけれども、初めてのお店で選んでね、ネットで選ばせてもらってこう作らせてもらうという経験をさせていただいたんですよ。その作っていただいた、靴の職人さんでいいのかな、代表の方ですね、代表の新井さんと今日は電話がつながっております。そしてちょっとね、成形靴って言うんですけれども、その成形靴というものはどんなもんなのかみたいなところから、お話を聞いていけたらなと思っております。新井さん、はい、新井さん今日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今は工房ですか？そうですね、会社の方に、はい、おります。あ、皆さんおられますね。一回僕そこ行きましたもんね。そうですね、はい、はい、覚えてます、覚えてますはい、その説は本当作っていただきまして、はい、こちらこそいい感じにしていただきまして。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。成形靴っていうのは、リスナーさんもあまり聞き馴染みがないかもしれないんですけれども、はい。成形靴とは何ぞやっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？ああ、はい。成形靴っていうのがですね、日本でいうところの靴型装具っていうものであったりとか、測定装具っていうものに当たるんですけども、病気とか事故とかで何かしらこう足に問題があって、普通の靴が履けないとか既製の靴が履けない、そういう方に一からオーダーメイドでお作りする靴だったりとか、それに準ずるようなもののことを成形靴って言います。はい、もうさすがバシーンと答えていただきましたけれども、皆さんわかりましたか？わからんかったら巻き戻してまたね、 YouTube でもやってますんでね、聞いてくださいよ。はい、そういうね、僕からしたらすごい、ありがたい靴なんですけれども、まあ、装具とも言われてたジャンルなのかな、この成形靴というのは。そういうものかな。そうですね。日本では装具っていうものの、はい、一つになりますね。なんか装具、まあ、靴だけじゃないけどってことね、装具っていうのはね。そうですね。単価し装具って言われるものであったりとか、はい、測定装具って言われるこうインソールとか、まあ、そういうのも、まあ、全部、ひっくるめて、成形靴って言ってるんですけど、まあ、もともとは、オーソペディックシューズっていう、オーソペディック。オーソペディックシューズ。整形外科的なっていう意味があるんですけど。ああ、なるほど。はい。はいはいはい。まあ、それの、まあ、そのまま直訳みたいな整形靴っていう訳がついてますね。なるほど。はい。まあ、基本的には、医療保険で作る、その治療用装具って言われるものと、はい。障害者手帳で作る、その、ね、構成用装具っていうものに分かれるんですけども。ほうほう。で、治療用装具って言われるのは、まあ、お薬と同じで、うん。お医者さんが、その方の治療のために、こういう装具が必要ですよって、言った時には、その治療用装具になるんですよ。はい。で、例えば、まあ、病気とか症状であったりとか、まあ、そういうのがこう安定して、お医者さんが、まあ、これ以上その足に変化がない、病状に変化がない。うんうん、そういう場合は、障害者手帳とか取得になると思うんですけども、はい、そういう場合は、その形を維持しようというので、構成用装具っていう扱いで作成になるかなと思いますね。なるほど、なるほど。だからね、この装具っていうのは僕は子供の頃からまあ作ってもらったりはしてたんです。はいはい、ただ、今回インターネットを駆使して、新井さんのところに行き着いた、新井さんのところのお店の名前ね、セブンスシードって言うんですけどね、はい、セブンスシードさんに行き着いたのは、なぜ僕はここを選ばせていただいたかというと、やっぱりこの装具というものは、あからさまに装具だっていうのが印象はやっぱあるんですよ。金具がでかかったりとか、ね、マジックテープだらけやったりとか。そういうものが多いと思うんですけども、このセブンスシードさんはそのあたりをこうデザイン的にいい感じにしてくれるということですもんね。ありがとうございます。売りというか、そのね、やっぱセンスがあらはるというか。いやいやいや、ね、いろいろやって、合わせてこのちょうどいいところ、ちょうどというか、その、なんていうの？足を怪我した靴、普通のは履けない。はい、装具ってなるんじゃなくて、装具の中でもまだちょっと靴寄りとか、こうね、間をね、探ってくださるんですよ。ここが多分素晴らしいところだと思うんですけれども。
そう言われます、やっぱり。そうですね。まあ、今までの、その、従来の靴型装具って言われるものっていうのが、うん、まあ、やっぱりどうしてもその、形が決まってたりであったりとか、うん、あんまり選べない状況が多かったんですけど、ええ、まあ、靴型装具って言われるものが、装具の、まあ、装具ってすごいこう、数、種類多いんですけどね。まあ、その中でも数少ない、こう、見える装具なんですよ。はいはい。口基本的にその、うん、そうですね、装具って言われるものってどっちかというと体に隠すものが多いんですけど、うんうん、まあ、そういった中でも靴ってやっぱりその目に見えるところなので、まあ、できるだけ見た目とかそういうところにこだわっては、作らせてもらってますね。この新井さんは、はい、ちょっと話変わりますけど、それこそ障害を持った方と今までこう、そうですね、昔からなんかお友達がいたとか、そういうことはないんですか？はい、あ、それがですね、僕、全然そういうその障害を持たれてて、あんま足がそういう、特別な靴が必要とか、そういう方が身内にいるとか、友人にいるとか、そういうのも一切なくてですね。一切なかったんですね。そうなんですよ。もともとは、古着屋で働いてまして。ほうほう。はい。まあ、古着屋で働くうちに、こう、いつまで古着屋やってんのやろうっていう、気持ち、どんどんみたいな。将来をちょっと暗示出した。そうですね、はい。ああ、それいくつぐらいの時ですか？ 24 歳ぐらいの時ですね。はい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 。その時にちょっと、古着屋だけではちょっと、なんか頑張らなあかんのかな、もっと、と思ったんですか？まあ、ちょっとその将来を考えた時に、まあ、特にその古着屋で独立するとかそういうのもなかったので、ああ、そっかそっか、はいはい。何かしらこう、手に職をつけようかなと思いまして。はい。で、まあ、古着の中でも特に靴が好きやったんで、うんうん。まあ、靴作れるようになりたいなと思いまして。すごいですね、そっから。靴がお好きやったからね。そうですね。センスもあらはるでしょうね、古着屋さんとかやったらやっぱり。いやいや、いろんな見てきはったから。まあでもいろんなものは見させてもらいましたね。ね、古い靴とか、はい、はい。まあ洋服とかもそうですけど。そっからどっか行かはるんですか？その時にですね、そうですか。まあその時当時24やったんですけど。はい。まあ今となっては別にそんな遅いこともなかったんですけど、当時はちょっとこうスタートが遅いかなと思いまして。靴職人になるには。そうですね。僕のイメージでは、まあ例えばその中学校を卒業して、うん、職人さんの元にデッチ奉公で入るとか、うんうん、あとはまあ、ヨーロッパとか、イギリスとかイタリアとか行って、はい、まあ、そういう靴の学校を出た後に、まあ向こうで修行してこっちでやるとか。うん、そういうイメージだったんですけど、まあ、当時はもう24、まだ24、今となってはまだ24なんで。はいはい。わかります。まあ、年齢いくとまだやねんけどね、今考えると。そうそうそう。その時はね、もうだいぶ年になったかなと思うんですよね、24になってきたら。そうそうそう。はいはい。なんでまあ何かしらこう、付加価値をつけたいなと思いまして。はい。まあ、例えばその、疲れにくいパンプスであったりとか、うん、まあ、ビジネスマンがこう歩きやすいこう営業用の靴とか、うんうんうん、まあ、そういうのができたらそれが付加価値になるんじゃないかなと思いまして。はいはい。で、そういうのをこう学べる靴を作れる学校ないかなって思って探してたら、はい、神戸の、神戸医療福祉専門学校の三田校っていうところに、整形靴科っていうのがありまして、おで、そこに入学を決めました。おー、バッチリですね。整形靴科があった。はい、そうなんですよ。すごいですね。やっぱ探せばあるもんで。そうです。その時に初めて整形靴っていう言葉を知ったんですけども。はい、はい。あ、で、実際に入ってみるとですね、まあもちろん僕が、やりたかったこともできたんですけど、はい。まあ実際もこう、もっと深いところがあって、まあそういう靴がないと歩けないとか、まあ生活しづらいっていう方々がいるっていうことを、実際に知って、うん。で、学校で学ぶうちに、そっちの方が面白くなりまして、おぉ。で、そっちの方で、就職とか、まあ、今もそうなんですけど、生きていこうというのを決めました。はあ、じゃあ、その24歳ぐらいまでは、障害を持った方とかね、そういう足の不自由な方とか、接したことなかったということで、はい、そうですね。その、専門学校に行かれて、はいはい、そこでこう、目覚めてくれはったんですね。ね、ありがたが、よかったわ、それ目覚めてくれはって、本当に。出会えたというか、なんというか。はあ、よかった。僕にとって本当に嬉しい。ことでございます。ありがとうございます。まあ、出会っていただきました。そう感じていただきましてね。そうですか。じゃあこれ、もう何年ぐらいやられてるんですか？セブンスシードさん。会社自体はですね、はい、2014年に、京都の北山の方で創業しまして、はい。
で、2019年に、大阪の茨城市の方に、会社ごと移転しまして、はい。で、その時に、株式会社化したんですけど、まあ、個人事業の時から始めると、今年で9年目になりますね。ああ、じゃあもうね、結構もうちょっとで10年。そうですね、来年10周年なので、はい。これはすごいね、もう本当に、セブンシードさんの靴を頼りにね、してくださってる方いっぱいいると思うんですけどね。ありがたいことに。でも、この、靴を選ぶっていうのは、なかなかこう、病院でね、足が痛いって病院行ってね。はい、そっからこう、自分の足に合う靴をってなった場合に。はいはいはい、やっぱそこ、普通の流れというか何もしなければ。はい、その病院のお医者さんに、こう、靴をですね、じゃあ、作るかって言われて、靴屋さんを選ぶという段階が僕は今までなかったんですよね。はいはい、病院にいるだけやとね、はい。お医者さんの流れのままに行くので、そうです。こういうもんだんだと思ってましたけれども。はいはいはい、はい。でも、今回は、まあまあ自発的に動いて、それこそ。はい。探させていただいて、自分で靴屋さんを選ぶ。そうなってきた場合にね、補助金をもらって、これって作るんですよね、はい、僕ら。山下さんの場合は、その身体障害者手帳を、はい、利用してて、まあ、福祉の方ですね、の方から助成が出た形になりますね。はいはい、そうなんです。福祉のね、補助金。まあ、これがね、まあ、使わずにはもちろん作れるんですよ。自腹で買えば作れるんですけど、まあ、それなりに高価なものですよね。そうですね。まあ、ブランド靴や思ったら、まあ、全然ある。まあ、そう、オーダー靴というか、まあ、ビスポークシューズって言われる、はい、もう、あつらえ靴ですね。まあ、あと、扱いは同じになるので、うんうんうん、まあ、どうしてもその位置から、で、特にその足の変形があったりとか、うんうん、まあ、何かしらのこの病気、疾患があったりする場合は、こう、より専門的な、こう、材料であったりとか。はいはい。作り方であったりとか、まあ、そういうのが必要になってくるので、やっぱね、そうです。しっかりした靴ですから、はい。うん。やっぱ素晴らしい靴、その、技術が結集してますし、いろんな方面からもね、医療の方からもやっぱちゃんとね、考えて作ってくれてはるんで、まあそういう面でもね、効果になるのは分かってるんで、ただまあその、補助金を受けるには、お医者さんの号がいるんですよ。そうですね。ね。だからこれ、もしね、はい、リスナーさんで、セブンシードさんの靴が欲しいなってなった場合に、はいはいはい。初動としては、やっぱ最初に自分の主治医の先生に聞いたらいいんですかね。そうですね。先生に相談していただくのが一番いいかなと思いますね。うん、山下純一のバリアフリーファンク。山下純一のバリアフリーファンク。はい。まだまだインタビューは続いています。だからこの続きは来週に、聞いてもらおうと思います。そして募集してたメッセージね、メールテーマ、こんなんやったっけっていうやつね。あれはまた再来週ぐらいになるかな。紹介させてもらおうと思いますので、どんどん続けて送ってください。そして今回のこのインタビューの感想なんか、あるいは質問なんかいろいろあったらまた送ってもらったらいいかなと思っております。メールの宛先は funk@obc1314.jp です。funk は funk の小文字ですね。どんどん送ってください。それではまた来週、全盲で車椅子のミュージシャン山下純一でした。バイバイ。